最初の回答見ていきましょう。リスナーさんに言われてグサッときたこと。はい。うん。あのおしゃべりドナルドダック面白いな。おしゃべりドナルドダック誰だか分かっちゃった。いや誰かなこれ。おしゃべりドナルドダック誰かみたいな。ひどくないですか。こんなこと言うの誰ですか。言われた人かわいそう。全然わからないな誰なのか。まあ一応見てみますかね。じゃあこの回答はこの方です。大空すばるちゃん。でしょうね。でしょうね。これは、はい、これちょっとエピソード話してもいいですか。軽くどうぞお願いします。どう、うん、スバル頑張ってアイドルを目指してたはずだったんですよ、うん、で最近みんなからスバルちゃん意外になんか可愛いじゃんみたいな評価を受けてきて、えスバルイケてるかもしれんと思ってエゴさせてたんですよ、うん、大空スバルで、うん、そしたらエゴさせて一番最初になんか、あのおしゃべりドナルドダック面白いなって普通に出てきてね。なんかまとえすぎてて褒められてるし、なんか怒っていいのかもわかんなくてみたいなことがあって。いい表現だなぁ。でも冷静に考えて割と悪口寄りじゃないですか。じゃあリスナーさんに言われてぐさっときたこと。ナトリ様のパクリ、カッコ、バストサイズ以外。これもうグッサーどころじゃないって言われたら致命傷、致命傷。二人にダメージが。やばい、これ誰ですかね。もう誰やろな。誰なんだこれは。はい、こちらの回答はすこやかなちゃんです。はい。そうやね。これ、凶悪だな。いや、まあ、確かに。ナトリまで刺しに行っちゃってんだよ。いや、ね、腹が痛いよ。それじゃないんだ。バストサイズ以外です。それじゃないんだね。胸は、胸が痛くないんだ。胸は痛くないんだ。胸がね、あんまりね。おぉ。なるほど、なるほど。リスナーさんに言われて、ぐさっと来たこと。声から、カレー臭がする。誰かわいそう。え、誰すごい。そんな本当にこんなこと言われる人は。カレー臭ってことは、匂ってるじゃないですか。どういうことなんですか、これ。え、そんな、今日匂いするかなあれ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 匂います。あれあれあれこの回答は、宝生マリーさんです。何意外。何意外。え、でも声はさ、めっちゃ普通に可愛いよね。え？声は可愛いけど。可愛い。待ってなんすか。待ってなんすか。なんか喋る内容というか。え、でもなんか結構リアルにそのなんか可愛いって言ってくれてますけどね、ハネルさんとか。でも本当に実際マジで引っかかるんですよ、エゴサとかで。え？なんかババアのババアの声みたいな。え？何でしょう。普通に可愛いよね。可愛いよ。動きとかなんかこうリアクションとか、それのはちょっとなんか古いなって時あるけど。確かに。なんか擁護できないごめんね。店長息してる？大丈夫っすか？いやちょっと今臭いかなと思って。死なないで、死なないで船長。いやでもなんか元気は出た。なんか普通にやっぱスバル先輩だってね、ドナルドダックって言われてんだし、先生なんで刺すんだよ。なんで攻撃するんだよ。これから我々ホロライブのね、おばさんボイスとドナルドダックボイスして頑張っていきましょうよ。ババアドナルドで頑張ってこう、マリンちゃん。ババアドナルド、ババの設定、ババの設定とか、最近マジで、ちょっとこれしゃべっていいって言われたからちょっと喋るんですけど、あの、玉木先輩と話してて、あの、石小石みたいな、小石の話が急に出てきて、で、なんだよ小石ってと思って、で、なんか、何どういうことってチャットできたんですけど。数字ですか？数字ですか？あ、数字で、なんか、そうなんですよ。みたいなのがあって、なんか、何小石何言ってんだこいつと思いながら、なるほどーってとりあえず返してた。あ、あれじゃないの、玉木くんは、あの、川とか、あの、川辺とかで、あ、いい、この小石、いい石だよって、石を詰めしてる。美しさを、スバルに伝えたかったんだと思うよ。なるほど。ねえ。
知らないね。あ、ちなみにこれ、誰かというと、誰なんだ？誰か分かってないですから、まだ。一応ね、分かってませんから、うん。はい、こちらの回答はこの方です。マリンちゃんです。おなんですよね。はい、ごめんなさい。実は、ね、やっぱり今30代でしょとか40代でしょとか言われちゃっているんですけど、うんうん、17歳、じゃあ、仮にね、仮の話が17歳じゃないとしても、仮に、うん、としてもね、そう、もし17歳じゃなかったとしても、でもまだ20代なんだよなっていう。まあ、例え話。例えばの話。例え話。だしたらばでも20代なんだよなっていう。例えばですからね、例えば。うん、申し訳ないなって、うん。みんながね、すごいおばさんのこと期待したいのに、うん、おばさんじゃなくてごめんねって言って。なんだこの腹立つ感じ。なんか腹立つな。なんか悪いこと言われてるわけじゃないのに。何怒ってるんですか、どうしたんですか。今17歳じゃなかったらの話ですから。あ、そうか、そうか、そうか。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 なるほど。そうなんですよね。だからめっちゃね、いっぱいいろんな人が、うん、マリン船長はちょっとおばさんっぽいからすごい安心するみたいな言ってるおじさん見ると、おじさんごめんね、マリンはそんなにおばさんじゃなくて。なんだろうこのなんか胸の中に何かが今ざわざわする胸が。あったね。いやいや、でもこれ